という精神科医中村恒子先生の、まあ、92歳現役の先生ですね、同名の題で書いていました。まあ、こんなの自分の仕事ではないと考える前にまずはすっきり受け入れてみる。そうしないと人は先に進めない。外来に来る患者さんと話していると今の会社では成長できないとか働く目標を見失ったと真剣に悩んでいる人がいますが、ちょっと難しく考えてません、いやしませんかと。なんというか力が入りすぎている。仕事人生は長く続いていくもんです。あまり大きな期待や思い入れを持ちすぎていると失望したりイラつく原因になると。世間体とは地位とか名誉とかいろんなものにガチガチに縛られて人の目を気にして働いていたらそれは疲れてしまうと。まあ、そんな無理を続けていたら何十年も働く前に倒れてしまうと。与えられたことに対して構えることなくまずは受け入れる。眉間にしわを寄せてこの仕事の意義はなんて難しいことを考えていると誰も煙たがって仕事を頼んでくれなくなる。若い人でも長く勤めてきた人でもこれは同じですよと。この再就職した人でもですね、この仕事は自分がするべき仕事だろうかって難しい顔をして悩む人もいるけども、あんまり仕事を深刻に考えすぎない方が気楽だと。昔から大将いだけとか言われるし、またあるいは立派な志や高すぎる目標ばかり持ちすぎると未来のことや成果にばかりと気が取られてしまう。すると目の前のことに打ち込めなかったり迷いが生じてしまう。ちょっと目線を落としてしまう、落としてみることも必要なんじゃないか。自分はこんなことを仕事をするべき人間ではないなんて大層に考えるからおかしなことになってしまう。余計な力を抜いて、まあこれくらいやってみるか、今はそういう時なんだと変に力まずに素直に受け入れてしまった方が楽だと。まあ、そうすれば頼まれた仕事もはいはいと取り組めるようになるし、仕事を頼んだ人にも喜ばれる。もっと気楽に働けるようになるよ、なりますよと。一度は受け入れてみないと先に進めないと。まあ、そもそも人間なんて70、80になったら勝ちも負けもあったもんじゃない。肩書きや経歴なんてどうでもいいと。身分に差なんてどうでも関係ないと。自分も家族も健康で元気でいてくれたら、世間話ができる友達がいてくれたら、それ以外は何も必要ないと今は思うんですよと。反対にお金がいくら持っていてもですね、心がいつも寂しい不安孤独という人は世の中に思っている以上に多いんだと。まあ、必要以上に気を張らないで目の前の人にちょっとお役に立てばいいかなぐらいの気持ちで仕事をしてみるのはどうでしょう。ご飯が食べられてそこそこの生活できたらいいと。で、先生はよくこの88まで、仕事をしていてよっぽど仕事が好きなんですねって聞かれるけれども、一度も仕事が大好きだと答えたことないと。まあ、大嫌いでもないけれども、好きな方だと。まあ、そのくらいの気持ちでいたらいいよという。